前回どこでやめたの？何が残ってたっけ？ここの回は、ここも全部終わってて、ここになんかコンバートナイフっていうマークがあるんだけど、一体何のこと言ってんのかざっくりわからん。ここまだ開かないでしょ。このコンバットナイフはめっちゃ気になるんだけど、でもこれさ、これは必要なんだよね。これを今集めてんだよね。ここ登ってったのは、ここ登ってたのはどこに繋がってたっけ？スターズオフィスのところに PC とマグナムでしょ。ライブラリーのとこがジャック。今ジャックはもう動かせるのか。いや、でも俺が持ってるのはクランクだからジャックじゃないよな。クランクだもんね、これね。クランクではまだここは動かせないから。ウェイティングルームのとこにもセーフがあって、ああ、ここ行けんのか。ここ動かせんだね、クランクで。3階が、ここはライブラリーを開けたとこからしか行けないと。って考えたら次行くのは2階のウェイティングルームの先のここか。ここが次行くのね。ここにも確かセーフがあるんだよね。ここのクランク行く前にちょっとだけこのファイアーエスケープルートをもう一回だけ見てみるか。一回いない。で、ここにコンバットマーク、ワッチメン、明らかにこれファイアーエスケープルートのとこだよな。なんもないけど、
ここまで来ちゃうともう違うもんな。考えたらやっぱ分からんね。ここが、そうだよね、ここに繋がってんだよね。ジェネレータルームに繋がってるってことだよね。考えたらやっぱりナイフはどうやって取るのか分かりません。あ、別にナイフくらいは別に。あ、なんかあるんだろうね。現時点では無理ですね。地理的にはやっぱりあそこなんだよ。ってことは、これ蛇の中にあるのかな。地理的には間違いなくここら辺なんだ。ナイフらしきものはないね。先に行きます。クランク使っていける場所ね。もうクランクはもういらないんだじゃん。でここから行ける道が、チーフのオフィスからプライベートコレクションルームに行けると。あとは階段登るって感じか。階段が上と2階と。赤い鍵か。いけない。じゃ階段登って下行くか上行くか。先に下行くか。これはどこだ？ここに繋がってきたのか。インタロゲーションルームとオブザベーションルームに繋がってんのか。来るなちょっと一回。ここなんか出たっけ。これはそのインタロゲーションルームと同じ。これもハートマークか。これ緑か。いけないわ。上行くしかないんだな。Shit! よし。今これ戦う必要はない。
で上だね。次はレオンライトをつけて。ここはライブラリーの、こっち側ね。なんだ、じゃあこれんだったら別にライブラリーから行かなくてもいけんじゃねっていう。このはしごはなんだこれ。バルコニーからはしごがあるのか。ここまっすぐ行くと、バルコニーに出るか、イーストストレッチルームか。これが、バルコニーね。ちょっと待ってよ。これがイーストストレッチルームか。どっちも空いてんだ。じゃ、とりあえずバルコニーから先に行こうかな。ここにはしごがあって、バルコニーはこんなもんか。はしごちょっと使ってみっか。こっちに来れちゃったわけか。ヘリが突っ込んだとこか。逆方向に来たんだよ、ヘリが突っ込んだとこ。壊れてるんだ。これを直さない限りは火は消せない。こっからさらに下に降りられるよ。ここは中にも入れる。この火を消せれば、これ多分先進めるようになるんだろうね。中入ってみて。ここは？ファイアーエスケープの裏側に回ってこれたってこと？この裏側に回ってこれたのか。ここはいけないから意味ない。下降りられるの。
今行けんな、そうだもんね。ルーフから下降りるか、こっち行くかだけだから。敵いっぱい来そう。何の音や。こっから行ける道は？ボイラールーム。おお。ありがたいんだけど、まあ持てる量が結構増えたからよかったわ。ここから行けるのはボイラールームね。交互に。で、まだ生きてるんでしょ？これなんだ？レフとか R 選べる。レフとか R 選べるってこと？Son of a bitch. ここはボイラールーム。さらに奥がある。ガンパウダー、ショットガンともにしとくか。あんまりコスパ良くないんだよね、ショットガン、正直。まあ、リッカーには必要だね。リッカーをハンドガン倒すのはきつい。さあ、もう分析。おお、ここにアイテムボックスがあるとは、なんと親切な。今レッドあるから、レッド取り出して、でクランクはもう必要ないから、ちょっと待てよ。一回あえてこれを取り出して、ここにしまって、こういうのはいらないもんね。コンポート、まあこんなもんでいいかな。鍵だと、おお、ここで緑の鍵取れんだ。ジェネレータールームっつったら別に何かジェネレートできるわけじゃない。でもさ、これどうやって戻るんだ？はしごぶっ壊れたから戻る方法がさ。戻る方法がね、これ右と左のやつはこれ何だったんだ、これ一体。
左にしてみたけどよくわからんな。戻る方法はこれ全然だっていう。ここからもう橋を使って戻れないから、あ、待てよ、これ左に進むことによって青いえ、なるほどな。することによってここが取るようになったのか。じゃあリッカーいる可能性あるから、ジーザスクライスちょっと待って、ここでミスター X 登場。待って、ここでまず巻くか。まあ一時停止できるのはまだいいわ。ここは確かあそこ赤だったから、下まだ行ってないんだよね。一回まずこっちのエリアのさ、緑だったところを全部開けるか。ここ緑だったところあるから、ここまず開けるか。ここで緑だったのは、地下1階はもうこれは完全に関係ないとして、ここのここね、ここと、アーモリーとライブラリーは関係ないし、上も関係ない。じゃあ1階のここだね。これ1階いいんだよな。リッカー出てきたと思ったらミスター X さんの登場。待って、リッカーいる可能性あるか。でもリッカーこれも倒してたからな。倒せばやっぱ出てこなくなるんだね。だから僕あんま倒した方がいいんだな、ショットガン使って。これね、ここは何ルームだ。レコードルーム。ちょっといつも通り端っこから順番に探索していこう。敵はいないでしょ。グレネード。何のツールだ。ジャックハンドル。ジャックハンドル、これであのライブラリー動かせるようになるのか。ここは開かなくてもいい、関係ないもんね。だってここはもう行ってるから。めっちゃ探してんだけど、こうやったら負けるな。嘘やろ。
早っ。俺のこと見つけるの早っ。なんで物立てたから。まあいいや、とりあえずもうここは開かないとして、落ち着け落ち着け。ジャックハンドルを取ったのか俺は。一回ちょっとアイテムボックスに戻ろう。めっちゃ追ってくんじゃん。ゆっくりアイテム探すことできなくなった。ここには来ないっしょ。ここにも来んのかな。これしちゃう。ジャックな。あとは。ガンパウダー俺持ってた？持ってた。来てるんだけど。なかなかの緊張感だぞこれ。違う違う違う。落ち着け落ち着けてたからこれ。まあいいだろう。で、次行けるのが、まずこの階からちゃんと埋めていこう。下の階はもういいでしょ。下の階はもう関係ないもんね、これ全部ね。で、ここの階はまず埋めていこう。ここの階は、で、こっち側から埋めていきたいから、ここ今終わって、次の階が、ライブラリー、あ、ライブラリーこれジャックいけるようになったのか。ライブラリージャックいけんね。で、ここはもう関係ない。3階はもう関係ないとして、ライブラリーのジャックか、次やるとしたら。ここまで普通に来んの？じゃなかった。あとライブラリーどうやって行くんだっけ。ライブラリーどうやって行くんだっけ。3階のウエストスレッジルームからか。だからそこからじゃなくても普通にメインホールからも行けたはずだよ。なんでだ。メインホールの2階から行くのか。ライブラリーってさあ、過去のレコード版でやってた人たちが本当すごいと思うよ。もうちょっと早く走れるようなことがないんで。めっちゃ足音。これをジャックで見たそう。待って、これ動かしてる途中来るんじゃない？明らかに来てるな。いやー、やりたいことができないよ。じゃあライブラリーを一回置いとこう。自分のペースで進められなくなってきたぞ。ライブラリーできない。じゃあはい、ライブラリー一回置いときます。ちょっとこれ忘れないようにメモっとこう。すごい、すぐ忘れちゃうからダメなんだよ。もうライブラリージャックでしょ。ライブラリーのジャック今できないから、じゃあ他に何ができるかっつうと、こっちのエリアだな。逆方向行くぞ。逆方向は
オブザベーションルーム行けんのか今。これアジト呼ばれてんのかこれ。それともドア開ける音とか呼ばれてんのか。ここからチーフのオフィスとかは開かなくて、でこっちのファイアエスケープルートから、ルーフの方も今は行けないんだよね。ここ行けないから、行けなかったから俺は、先に下に行ったのか。で下はどこに繋がってたんだっけ。あれ下なんですね。下行ってで下のオブザベーションルームか。ここにはさすがに来ないでしょ。ここにも来る。おい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 、なんでここにも来るんや。来るのが早すぎないか。いくらなんだ。金庫な。ウェイティングルーム金庫。取れない取れない。そういうこと？これって。ジュエルをここで使うのね。ここの名もこんなもんか。ゆっくり動けば多分バレない。インタロゲーションルームだ。だけどインタロゲーションルームにも行こうと思えば行けんじゃん、もうこれ。ね。か分かんないけど行けるね。場所とかでバレてるのこれ。来たんじゃない？これ隠れるっていう選択肢ないの？今やるのはウェイティングルームの金庫を開けに行くってことだな。あとジュエルをはめる。
今のミッションは Find Power Panel。 わあ、どこに何もない。じゃあ、とりあえずウェイティングルームまで戻りますか。バレないように。ウェイティングルーム戻るぞ。まだ上の続きが探索終わってないんだよね。ちょっとメモっとこう。ルーフの上、ないともう忘れちゃうわ、これ。ミスター X に聞いとられて。で、ここは開かないから、戻って、まさかこの中にいる。上の階にいる。左6、右2、左11、6、2、11。マズルブレイク。マズルブレイク。金庫は OK で、あとジュエルはめるのとライブラリーなの。今ならライブラリーもう一回いけるかな。いなくなったかな。その歩き方がまたなんか怖いな。ライブラリーも俺に全然動かさせてくれないじゃん。もうずっとこっちいられたら。走ってこないっていうのはまだ唯一の救いだよ。ジュエル、これも使わないからこれ閉まっていいな。これいらなかったツールめんどくせえな。これ持っとくの、やっぱり持っとくのっていうか、すごいストアしてる。マズルブレイクな。マチルダと、マチルダを強化できる。うん、つってもマチルダ使わねえからあんま関係ないんだけど。しまって、でガンパウダー俺持ってたっけ。持ってないな。でガンパウダーしまって、で、何でも一応これは一応持ってもいいか。で、ジュエルが必要なんだよね。ここで使うと。スターのバッジ。USB、 ここで使うのね、マグナムな。よし、ちょっと持っとこう。マグナム、マグナム取りに行くか。今あっちにいるから、多分マグナムだったら取りに行けるな。
じゃあ、道こっちか。したら、とりあえず、ライブラリの続きを頑張っ、いや、まずマグナム取りに行こう。マグナム取りに行きたいから。いいから行くか。多分1回見るでしょ。この感じだと。来てんな。声出せちゃうから。で、ライブラリの先行けるようになったと。その前にスターズオフィスのこれを取りに行きたい。これ行けたっけ？ウエストストレッチルームには行けないんだ。あれ？ライブラリーからは行けないのか、こっち側には。そっか、こっからこっち側に行くやつ、リッカーに塞がれたのか、俺。イーストストレッチルームにこれ戻んのか。で、クロックタワー。ちょっと待てよ。ライブラリの先。待てよ。先にマグナム取りに行きたいな。待てよ。こっち行けないじゃん、これ。ちょ、待って。うわ、つらい。やっぱ一本道とかになるときついんだな、これな。負けないもんな、こういう感じで壊れちゃう。まずさ、取りに行こう。マグナム。こっから行けたっけ？今度はリッチャー。倒していくか。毎回ここ通るたびにいられたら邪魔だもんな。
何でも多分一発くらい倒すんだろうな。回復アイテムがないので、これ多分今いらねえな。いざとなった時は使うか。やっぱりマグナムだな。スターズのとこは確かこっからだよね。3階まで行っちゃうとウエストストレッチルームのとこ行っちゃうのか。先に3階まで行ってつなげるか。あそこのショートカットじゃないとまためんどくさいことになりそうだよな。やっぱライブラリーからあそこつながってるとかなり楽だからね、移動するのが。また陸下行くかな。これでも倒したはずだよな。ショットガンはリッカー用だわ。普通の敵にはあんまり効果ないけど、リッカーにはめっちゃ効く。てかリッカーショットガンないときついわ、倒すの。マグナムここつなげとこう。まずショットガン、下降りてやな。バレてんじゃん。さもう最初レオンがライト消さないから。で、こう繋がったから、あとはスターズのところだな。スターズのところにもリッカーいたっけ。上にいるね。ここにもリッカーいたよな。ショットガン倒せるかな。あと5発か。どう勝てば倒せる。これですね。ゲイ。
クリスかよ。クリス、こんなん手紙書くような人だったっけ、性格的に。これでもう俺はもう勝ったな。マグナムで、まあ、マグナムは本当に最後の手段だけど、キャパシティ、エンジン、ガス、で、これでマグナム取ったから、あとは行くとしたらライブラリの先とルーフのとこね。これをどこにセットするかやな。まあ下でいいよね。でっけー。ここはもう特にある中になんで。ライブラリの先かルーフ。だけどライブラリの先から行かなくても別にルーフのとこから行けば繋がってるはずだからね。こっから行くとしたら、でもまだなんかこれスターズのオフィス、クリアマークになってないな。なんでだ？あ、なんかあんの、ここ。これでクリアマークか。まだ使うのか、これなんかね。これでスターズのとこと、あとライブラリーと、こっちの、バルコニー、さっき言ったから、バルコニーじゃなくて、このイーストストレッジルームの方に行きたいから、今いる方向とは逆方向に行けばいいんだな。じゃ倒せないんだ。マガヤムの一発で倒せないのか、なかなか厳しいな。一発で倒せるほど甘くはないか。とりあえず一回戻って逆方向に行きたい。ここで出くわす？なーい。ここで出くわすか。出くわす場所がちょっと長すぎたから。最悪の場所で出くわす。ドア開けた瞬間出くわすって一番。最悪のシナリオだよ。マグナムの弾、キャッパツ。あと俺、回復アイテムがないんだね、今ね。だから回復アイテムもなんか3つ混ぜてんの？Restore process use damage taken unguarded against poison。 こういうのやっぱボス戦に使うべきだな。今はでも使うのもったいない。これももったいないなって考えたらこれか。回復アイテムがなかなかもったいなくなってきた、だんだん。で、一回ちょっとトイレに行きたいので、ここら辺止めて。